今日は令和元年6月の14日です。ここはね、浄土川の支流の梼原川の支流の、さらに支流の、その支流ってかな、20万分の1の地図で見て、ちょっと険しい川は何か探してやってみました。道なき林道を車で、車体の底をすりながら入ってきましたけど、そして、目指す支流に降りてきました。ピタリと当たってます。岩名好みの非常にいい景色をしています。特に降りてきたところが目の前のこの落ち込みです。まるきり岩名好みの場所です。ここに岩名がいなければいないんじゃないかというくらい、の場所で、早速ここで、リレーを取りながら支流します。もう名前なんかわからない支流ですが、まあ、川の大きさ、まあ、20万分の1にするのは幅2メートル以上の川が表示されるんです。まあ、それだけあればだいたい岩名は生息することになると思ってますので、まあ、それだけは選んできました。もっと小さいかと思ったけど結構水量はあります。これでいなければいない、ここをちょっと取ってみます。岩名が来ました。興奮しちゃった。岩名が来ましたよ、岩名がいや、狙った通り、いいところに降りてきましたね。岩名が来ました。ちょっとビジョンしにくいところに。これ、オレンジが少し出始めてます。まあこんな場所にいるんですからね、これは天然しかないと思います。もう民家 の近くからずいぶん山奥入ってきてますから、この源流にいるということはもうこれも天然岩名ですよね、多分ね。オレンジがちょっと少ないです。いやいや、いますいます。また来ました。右決めです。2匹目の岩名です。先ほどリリースした岩名が元へ戻っていっちゃいました。こちらが離れてたんで大丈夫かと思ってリリースしたんですが、しっかりと自分の住処の方に帰ってきましたんで、これは教えられるかなと思うんだけど、多分今あそこ広いんでね、すぐには大丈夫です。
だからこれ今来ました、こちらの方はオレンジの斑点がありますよね。3匹目は外れちゃいました、写真撮る前にはいさよなら。雨が降ってきましたね。ちょっと曇ってるなと思ったら今雨降ってる。どうするかな。まあせっかくだからちょっとの間帽子、大して雨じゃないから帽子かぶせ、帽子かぶせて撮りますよね。結構降ってきましたんで、帽子じゃ濡れちゃうからね、ビニール袋をかぶせて、ビニール袋をかぶせて、ビデオを撮るところが、まあ1匹はあげられなかったです。確認したのは4匹目です。結構な帽子邪魔になっちゃったんで、なんか、雰囲気が分かれば、雰囲気が分かればいいと思います。オレンジがちょっと少ないですね。
はい、5匹目です。これはオレンジが濃いですね。天然のイワナだということで写真に残しておきます。25センチが来ました。これが、日光イワナですよ。オレンジの斑点、鮮明。これは、ありがとうございます。これ、オレンジの斑点が鮮明です。これも写真撮っておきます。また25センチの天然イワナが来ました。日光イワナが来ましたよ。オレンジ斑点鮮明。でもやっぱり狙った通りいいポイントです。家族でいるようです。まあおじいさんかおばあさん、親だと思いますよね。親とか、まあ、老人だ。先ほどのと同じで、老人。これも、写真撮って。また来ました。20センチちょっと、22、3センチくらいの、日光イワナです。これ痩せてますね。ということは あんまり餌もらってないということなんで、バイルちゃんこれが老人ですな。隠居してたやつがなんだなんだって出てきた感じかもしれません。これ本当に痩せてます。年取るとあんまり食べません。わしも同じですが、小食になってやってきます。
孫がやってきました。これで子供が来たということで、子孫、続くと思いますので、安心しました。小さいのちだったらもう終わりです。何匹取ったかな、5、6匹も取ったかな、やはり願った通りいいポイントであります。この川は、まあ、川っていうか川だったのかな、川は岩の好みの川ですな、川の真ん中にねこういう大岩があると、えぐれるんだ、打ち込みになって、えぐれて、岩の好みの場所になります。雨が降ってるんで、あんまりビデオは撮りませんが、もうちょっと撮って、確認したら、ここは、雨だし、終わりにしようと思います。上に上がるのは大変です。結構降りてきました。谷も深いんですから、道がついてこう、降りてきましたが、まあ杉林があるんで、ね、助かります。これ杉林、手入れはあんまりしてないんですが、杉林の中だとね、木の育ちが悪いんで、雑木ばかりのところだとね、びっしり緑みたいになってるんで大変ですが、植林してあるところは意外と降りてきやすいです。ここは終わりにします。何ですか？1時間くらい切ったって感じですね。まあ1時間切って5、6匹っていうことは、まあ、いたということなんで、終わります。ここです。